はいよい子の皆さんこんにちは政治アナリスト政局をォッチナウャオです、えー、この時間は9月16日、えー、今自民党の総裁選挙そして立憲民主党代表選挙の真っ只中ですけれども、えー、与野党の政治情勢今日はですね野党第2党 日本維新の会、えー、この維新の会ですね、今大変な激震が起こっています、えー。まさに同時多発不祥事、一体維新のガバナンス、維新の内部で何が起きているのか、まあ、ちょっとそういったことをお話しさせていただきたいと思います。改めまして政治アナリストチャオです。えー、私はですね、常日頃から政治アナリストとして、えー 国会永田町はもとより地方選挙などにも注目し、えー、政治情勢、えー、次期衆院選の、えー、情勢等をこの YouTube でも詳しく解説させていただいておりますこの自民党総裁選が9月27日に終わりますと10月1日国会が召集され新総裁のもと、えー、新たな組閣そして早期にでもですね解散 が浮上しております衆院の解散おそらく早くて10月15日もうあと1ヶ月そして10月27日に投開票もしくは11月10日投開票などとも言われています、えー、その待ったなしの緊迫する中で日本維新の会9月12日に大変な激戦が発したんですそうです えー、東京15区補選が今年の4月にありましたけれどもその補選でも活躍していた金澤結総支部長が東京15区江東区の総支部長だったこの金澤結さんがですね、えー、一身上の理由で9月12日をもって離党いたしますと維新の会馬場代表宛てに離党届を、えー、X で ポストされていました同じ内容がですね彼女のフェイスブックの方にも、えー、投稿されているんですが「金沢由衣さんまだ、えー、支部長になられる前に私も、えー、お目にかかったことがあります」「佐藤琴さんの、えー、北区都議補選の時に初めてまだ支部長に決まる前でしたかねお目にかかったことがあります」以来、えー、維新関係の集会等で「えー お目にかかってこう明るい元気なお嬢さんでした初めてお会いした時は彼女まだ27歳1回目の前回の衆院戦そしてえー 先立っての四月の衆議院の補欠選挙で、えー、赤敗されそして間もなく一ヶ月後には衆院選が、えー、あるといった時期にですね、えー、離党されたということですまず金沢優衣さんの離党届の方を拝見してみますと私は社会人時代橋本徹大阪市長松井一郎大阪府知事に 中心とした、えー、大阪の改革を一市民として見てまいりましたご縁をいただき令和2年春より東京15区支部長を拝命し頑張っている人が報われる社会誰もが自由に選択できる未来を目指し日々活動を続けてきました令和3年の総選挙では4万4800 882票ものご期待をいただき比例辞典というあと一歩のところまで迫り自分の力不足に悔しい思いもいたしましたその後も国民の皆様の期待に応えたいと思い試行錯誤をし活動を続けまてまいりましたと振り返ってらっしゃるんですねでまたですね この間、私の目指す政治のあり方と日本維新の会のあり方が変わってしまったと感じる様々な出来事がありました。また、地域の方々からのご指摘も多くいただきましたとご説明しています、えー。そして、私自身を振り返り、改めて進むべき方向を見直したいと思っております。これまで私を育てていただいた日本維新の会の先輩や同僚、 党員の皆様をはじめ、ご支援いただいたすべての方々に心から感謝申し上げますと。とえー、したためてらっしゃるんですね。そして最後にですね。世界は激動の時代です。我が国も少子高齢化や安全保障など多くの課題を抱えています。子供たちに豊かな日本を引き継いでいくために、私たち大人が立ち上がらなくてはなりません。 国民の皆様の声を政治へ反映するその原点に立ち返り皆様と共に考え行動し誇りと活力ある日本を作る存在でありたいと思いますと結ばれています。まあ、それからですね、X のコメント欄にはですね他党の公認を得た公募を出したなどの噂も出てますが公認も得てないですし公募も出しておりませんと書かれているんです。でえー、今ですね 東京15区の自民党の総支部長募集公募ということで、自民党広報というね、えー、自民党の東京都連のホームページ、また、えー、自民党の広報の、えー、X アカウントの方でも15区で募集しているということで、えーま、出てるんですけれども、あの、本当に今ですね、静岡白塩野井竜さんですとか、えー、千葉10区かな、11区か、えーし 昨日は林本さんが二階さんのもう右腕と言われた側近の方がですね、えー、次期衆院選には不出馬ということで、まあ、こちらも公募、えー、になるというような状況ですけれども、えー、この東京15区もですね、えー、まだ自民党は公募している最中でございまして、えー、もう本当にあと衆院選まで。 待ったなしという状況となってますがこの金沢結衣さんの まあ離島というのは、これね、大変維新には大激震だと思います。金沢優衣さんはですね、えー。大学を卒業し、食品大手の江崎グリコの出身で、ポッキーのマーケティングなどを従事された。女性です。二十一年の衆院選で、東京十五区から初当選し。えー、あと確か一千五百票足りなくて、ええー、惜敗し涙を飲んだ。当時はですね、阿部司さん、小野泰輔さんが比例復活されて。えー、金沢優衣さん、わずかに。 かなかったと。そして続く4月はですね、9人の乱立となった東京十五区補選では約2万8461票を獲得しましたが、えー、5万票近く取った立憲民主党の元区議酒井夏美氏に敗れました。まあこういう中でですね、金沢優衣さんあのご活動をされていて、時折こうねあの本当に落選した翌日からも 江東区に立ち東京15区に立ち、えー、支部長活動をされているかと思われましたまたご自身の選挙を応援してくださった維新の、えー、地方議員それから 総支部長、東京のね、えー、他の維新の次期衆院選の総支部長の皆さんのところへにも回って、あの、一緒にお手伝い、お礼回りをしているといった風景が、えー、綴られ、また夏にはですね、深川の江戸三大祭りのおみこしなどを担ぐ姿なども元気よく発信されていた矢先なので、この突然の離島といったことには、私も 含め多くの長田町関係者、そして何より維新の、えー、まあ、国会議員団、そして東京都連の地方議員の皆さん、えー、まあ、ね本当に皆さんがびっくり、支持者の方々もされたんではないかなと思います。で、まあ、やっぱりあのー、今気になるのはですね、この維新のそういったガバナンスという問題と。えー 大変発信力のある音喜多政調会長や柳瀬総務会長あるいは藤田幹事長もです、ね、9月12日に発覚してから、えー、まだこの離党劇が、えー、発表されてからまだ何にも金津優衣さんのことに関する談話は出されていなくて、まあ、ちょっと音喜多さん もうですね、まあ、ある時期はもう本当元祖ブロガー議員ということで音喜多さん、毎日のように、えー、ブログを投稿されさらにそれが、えー、地方議員都議会から国政へという原動力になったんですけど、まあ、YouTube チャンネルもやっていらっしゃって、まあえー、ブログよりも最近はね、Vlog っていうのかなあの YouTube でも毎日のように元気に発信してましたが音喜多さんも発信していない。で、 もう相方と言われるような柳瀬総務会長ね、柳ちゃんっていう YouTube やってますけど柳瀬さんもですね Twitter でもあ X でもこの投稿してないし、えー、お二人がですねもう本当にほぼほぼ、えー、数日間も、えー、YouTube やってない、確かに柳瀬さんが今日なんか配信してたかなちょっとまだ見てませんけれどもで音喜多さんが、えー こんな投稿をされているんですね。えー、9月13日、えー、統制の低迷に加え、次々に支援者の皆様を不安にさせる情報が飛び交い、申し訳なく不甲斐ない気持ちでいっぱいです。決してこのままで良いと思っているわけではなく、昨日は藤田幹事長と、今日は馬場代表と話し込み、私の危機感と決意、そして具体的提案も伝えました。 皆様からはもう一度ご期待を集められる改革政党たる姿を見せることができるよう執行部一同で心合わせをし具体的な行動に移してまいります衆院選も必ず勝ちます今しばしお時間をくださいご心配おかけし誠に申し訳ありませんと、えー、金沢優衣さんの離党した翌日にね、えー、綴られていますそれから、えー 昨日なんですけれど夜中の1時19分21時過ぎから終電間際まで東京維新の会の緊急役員会オンライン週明け早々には全体会議を設け現状についての説明意見交換を行う予定ですと衆院支部長から出された離党届については党本部マタ、えーで現時点では その対応を協議決済するのを待っている状態だと認識していますと。とこれは党幹事長マターであるとかい、なんか案に書いてますね。東京維新の会としては、週明けの全体会議における議論を経てから。 受け止めを発表させていただく所存ですというふうに書かれていて、まあ本当に週明けの発表が待たれるというところですが、所属メンバー、支援者の皆様にご心配をおかけしていることを深くお詫び申し上げますというようなね、これ一心一体何が起きているんでしょうか。そして兵庫県ではですね、まあ百条委員会も行われて、えー、今回はですね、これからあの、 そそれこそですね地方議会での,ちあの19日にもですねいよいよ、えー、不信任案決議案がね19日、高い派と共同提案で出されそうになっているわけですね。兵庫・斎藤元彦知事への不信任決議案全会派、全県議86人で共同提案にこれになんと維新も合流しているんですね。で もし不信任案が19日に即日採決されて、まあ、これが今ね可決される見通しだと、まあ、パワハラだおねだりだとか、まあ、いろんな疑惑があの出てますけれども、まあ、こうなってくると兵庫県議会は百条委員会が6日に行われ、まあ、このあとですね、えー、もう本当に週明け19日には不信任案が全会一致でね皆さんから出され4分の3以上の賛成がこれには必要なんですけれども、えー、可決の この場合でも斉藤知事がですねもし議会を解散すれば少なくとも斉藤知事当面はまだ続投がねすするんです各会派が世論を踏まえどう対応するか、まあ、この後の駆け引きどうなるかということに注目なんですがなんとですね維新の会も、えー、これに合流と。で 兵庫県議会は定数86で最大会派自民党が県議団が37人で日本維新の会が21人もいて仮に全議員が出席すると可決に65人以上の賛成が必要なわけなんですけれどももし可決された場合斉藤知事は10日以内に議会を解散するかどうかを判断しますで解散した場合これ県議選が行われるんですけど解散しない場合は失職します。 で議会解散をもし斎藤知事が選ぶとですね兵庫県議選が行われますこれそうなると、えー、衆院の解散の頃にですねこの兵庫県議選も行われるというまあすごいことになるわけですよね。 でその後の議会では不信任案が再可決されたら斎藤氏はもうここで失職するわけなんです。まあ、ちょっとどういうふうになってくるかということなんですが再可決の要件は出席議員の過半数の賛成で1回目よりも、えー、ハードルが下がります。まあ、辞職勧告なら続投で議会はですねこれどうなっていくかというところが引き続きねあの注目です。 でまあこれあのー、不信任決議が可決したっていうのは過去田中康夫知事がありましたけれどもでも2009年9月の知事選でまた再選しているなんていうこともありましたさあどうなるんでしょうかという状態ですでそれ以外にもですね飛び込んできたのは例えば、えー 2023年11月にですね統一地方選で当選した、えー、長崎の地方議員さんたちがパワハラを訴えですね、えー、離党といったことがあってなんと今 日本維新の会の長崎の地方議員はゼロなんですね。これに続いて今月高松でもですね香川県でも、えー、維新の市議が離党しました。まあ、これに伴い今、えー、香川県でも維新の、えー、地方議員がゼロということになってしまったと他にもですね今なんと、えー、千葉県でもあの維新会派がねあの 請願書の偽造、自作自演をしたというね。えー、ことが起きてるんですね。維、えー、新会派、自作自演だったと謝罪しているんですけれども。請願の無効を決定しました。もう、あの、文章。 請願書の偽造といいいうううこここままでやるかっていうようなこともしています千葉市議会は13日議会運営委員会を開き日本維新の会無所属の会の市議が請願書本人の意思を確認しないまま請願書を自ら作成し署名していたもう偽造ですねこの請願書を偽造もうちょっとあの愛知のあの文書の偽造を思い出しましたよねはい相取りの時の。 で署名していたなどとしてこの請願を無効とすることを決めたということで全てが自作自演の請願だったと謝罪したとかっていうどん引きどんな事件が起きていていやこれもね解散総選挙で千葉選挙区 南関東ブロック大変な問題になると思うんですよね。ということで、まあ、維新はですね、あちらこちらで、えー、同時多発不祥事が今起きてます。まあ、そんな中で、維新の今、えー、情勢、どんなふうになってるかっていうことをちょっとね、お届けしたいと思います。えー、読売のね、えー、情勢調査で、直近の世論調査ですね、えー、総裁選の 調査も発表されてましたけれどもなんとですね、えー、今維新の、えー、政党支持率は自民党が31%立憲民主党5%、えー、維新は3% NHK の調査や朝日の調査で2%といったことだったのでまあ読売今3%ですで、公明党2%共産党2%国民民主党1%教育を無償化する会は出てないですね令和新選組1%社長の調査 民党1党政ですで支持する政党がない方々ね無党派と言われる方々が48%でちなみに、えーまあ、維新の今の支持率は3%なんですけど次の衆院選今ね総裁選や立憲民主党の代表選をやっている最中な、えー、ですが、えー、次の衆院選であなたはだどこの政党に入れますかっていう、えー、調査に関してもお届けしたいと思います。自民党35 5で立憲民主党は、えー、12%。うんえーはい 二桁ずつあるんですねで日本維新の会前回まで10%あったんですが8になっていますそして公明党4%共産党は2%国民民主党3%、えー、教育無償化を実現する会が1%令和新選組が3%社民党1%参政党1%ということでね、まあ、全体では8%あるんですけどやっぱり今は。 イメージ的にはですよ、まあ、これ総選挙になったら維新に入れるという人が8%いて、まあ、大阪あたりは高いかもしれませんがただ兵庫は斎藤元彦さんの件で非常にね、あのー、今、あのー、支持が下がっていると思います。このの上万が一、あのーじ 辞職勧告などして県議選などにもなって衆院選とセット選挙見たくなったらちょっとね兵庫県などはあ維新の県議選なども大変そうですよねっていうようなことも起きていて兵庫県議会 維新で出る人って維新離党するとか何かそういうことが起きるかどうかとかも引き続きね、見ていかなきゃいけません。で対するじゃあ維新を取り巻くえ自民党の総裁選であるとか、えー、立憲民主党の代表選などはどうなるかというと今ですね、えー、石破さん、高市さん、小泉進次郎さんといったような順位で、えー、来ていたり場合によって石破さん、小泉さん 高市さんが競り合っている2位3位がこう激しく競り合っているそんな状況です、まあ、今石破さんがリードしているというような情勢が各社の調査で見受けられますそして立憲民主党の代表選はですね野田さん、枝野さん、泉健太さん、吉田晴美さんということで野田さんがですね元総理が再選あの再び代表になっていくんじゃないかなというような構えなんですがこの野田さんがですね 維新や国民民主党とも手を組みたいというようなことを言ってるんですねで、えー、これがね実現するかどうかで、まあ、野党再編を野田さん標榜して目指すということを公約に掲げています、まあ、この立憲民主党と維新が今後組んでいくのか、えー、衆議院の、えー、方のね、えー、国政維新ではですね結構あの通常国会後も勉強会などが開かれていて野田 さんもそして長妻政調会長などもねあの呼ばれてえ維新の,あの国会の本部でねあの勉強会などをしている様子などもえテレビなどでも見ましたね。なので、まあこのでこり えー、本当に選挙協力などをしていくのかどうか、まあ、こういったことも非常に注目です。それからあの維新の、ね、支持者の方々がざわついている、まあ、特に SNSX などを中心にざわついてるなと思うのが2024年6月からの足立康さんの、えー、衆議院議員の あの半年間のの党員資格停止処分というのがありましたこれ今年4月のですねまさに金沢優衣さんの衆議院の十五区補欠選挙で公認候補の陣営が行った活動について足立議員がですね SNS で公職選挙法に抵触する恐れがあるなどと指摘して批判を受けたということで、まあ、これによって揉めてしまって東京都連の方があ藤田幹事長など党本部に上申し あの足立さんがですねなんと。 えー、この東京中国補欠選挙での落選した公認候補の陣営の党の機関紙を配布した問題をめぐって自らの SNS などで発信していたのが公選法でですするなどご指摘してたんですねでこれは私も、あのー、足達さんが言ってる言い分の方が正しいんじゃないかなと思うんですけど、まあ、これに関してやっぱり維新の支持者おそらく足達さんが好きな方々とまああのー まあ東京都連側だとかそれぞれ言い分もあったと思うんですがまあ割れててまあこれに対して党の支部にある東京の維新の会が機関紙の配布は党の方針に従って法令のとってやったんだとで足達氏の処分を求めえこれを受けてですね維新の会が大阪の党本部常任委員会を開いてえ足達氏の 党執行部と議論することなく党の批判を行ったとして丸氏の反党行為だということなのかしらね半年間の党員資格停止の処分にしたというね、えー、ことになってこれ大変厳しいですねなぜかというと今年はもう衆院選があると言われてた時にこの処分が下されたのが6月だったんですですから私さん年内いっぱいは本当に党員資格停止ということは厳しいんで、えー、もう来月 解散総選挙ととななると本当にに無所属になります安達さん大阪9区なんですけれども大阪9区は先日ですね8月の23日に未納の25日か未納の市長選と未納の市議選がありましたけどこの時も維新の方々を安達さんはね全面的にマイクを持って応援するってこともできなかったですしまた、えー、この未納はですね 大阪の府議をベテランの務めてやっぱり維新をね、えー、大阪で最初に立ち上げた松一郎さんたちとね自民党を飛び出して大阪府連を飛び出して、えー、維新を作った創業メンバーともいわれる上島和彦箕面市長前箕面市長がですねなんと大差をつけて落選したんですね。そしして原田さんという元大阪でで自民党ののたけれどもこの方が、えー、今 市長になりました、まあ,あの足立さんの党員資格提出中にですね行われた足立さんのお膝元の選挙で、えー、首長選でこれ、えー、なんと。 維新現職が負けるという大阪で維新・現職が負ける選挙というのは初めてだったということでこれも維新激進だと思うんですねで今ちょっと大阪ではですね維新の地方選も負けてたり不戦敗とかそういったこともありましたしまあお隣の兵庫では斎藤元彦知事まあ自民と維新で斎藤元彦知事を保守分裂で応援したわけですけれどもまあ今本当に辞職勧告みたいなこと まで不信任決議案みたいなものも出そうだったり、まあ、本当に、えー、全国各地で同時多発不祥事といったあ状況となっているかと思います。で金沢衣さんにに関してはやっぱりねあの非常に まあ創業者の松井徹あの橋本徹さんだったり松井一郎さん松井徹って誰だって感じですけど、えー、をえ大変尊敬しているとか、えー、その一心スピリッツに感銘を受けて政治活動を始めたって当時まだ20代ですよねですから本当橋本徹さんなども温かいねぎらいの言葉をかけられたりというふうにしていましたけれども何がかしら。 今維新はぎくしゃくとしてますよね、まあ、思い返せば、えー、東京都知事選でもですね維新は候補を立てることができず、えー、石丸信二さんを応援したりしたらまかりならんとなった時に石丸信二さんを応援した方が、まあ、維新を地方議員があ世田谷の区議でしたけれども離党するなんていうこともありました。い、まあ、いずれににしてもあの本当に維新のの今後のこういうガバナンス、えー あと1か月後にはですね衆院選が行われますので、えー、特に、えー、東京選挙区そして兵庫選挙区などはですね、えー、激戦になってくるんじゃないかなというふうに、えー、やばいなというふうに、あのー、見ています。ですので、まあ、ちょっと本当に、えー、当初、えー、予想していた情勢を えー、下方修正していいいかかなななきゃいけないのかなと、まあ、特に馬場代表もですね4月の15区の補選が終わってから、まあ、当初維新はですね、えー、昨年の統一地方選なども上げ上げで、まあ、次は野党第一党を目指すと一時期は本当にそうやって大手をかけるかに見えましたですがやっぱり党制の低迷よく考えれば万博などの件もありますね。でですので やっぱちょっと今維新全体に暗雲が、えー、立ち込めてるそんな印象を持ちます、えー。そんな中でですね、あのー、本当に。 これから維新がどうなっていくのか、まあ、そういったところも注目していきたいと思いますそして金沢結衣さんの今後に関してはまあ,あの YouTube などでね、えー、ご活動されてて、まあ、結構あの私が思ってた以上に右だなぁと思って高市早苗さんよりもさらに右。 っていう感じがしましまたけれども、えー、結構保守なんですよねあの発信が。で、えー、サキセルの新田さんと対談されてたりとかもして実は離党する日も、えー、金沢さんと対談をする約束をしてたとかっていうこともねあの新田哲さんがあのー さっきのオーナーの新田さんがなんかそんなことをねあの YouTube などでも発信されてましたなのでそちらの方も合わせて私の YouTube と聞いていただけたらと思うんですけれども、まあ、ちょっとやっぱりあのー 東京の次期衆院選は低迷するかもしれませんし南関東もですね、えー、千葉市議会のこの請願書偽造っていうのはかなり千葉で、えー、大きく報道されていると思いますし、えー、まあね地方議会とかから発祥した政党で、まあ、このような問題が起きるというのは、まあ、良くないそれからやっぱりですね南関東ブロックっていうのが、まあ、千葉の場合はえー 立憲の野田さんが代表になりそうですそれから小林隆之さんが今ね、えー、総裁選で頑張ってますよねそして南関東は千葉神奈川山梨なんですけど神奈川選挙区となるとですね小泉進次郎さんや河野太郎さんなどもいらっしゃいますまあ、ということで本当にねあのー、与野党自民と立憲でものすごく 与野党激突で接戦になると思うのねそうするとやっぱり南関東の維新の情勢っていうのも大変になるし、まあ、東京選挙区もですねこれやっぱり大変で当初最大で4議席っていうような情勢の時も勢いがあった時はねあったんですけれど立憲民主党よりだって支持率が高い時もあったんですよね。ところが今、えーまあ 支持率3%で次の、まあ、衆院選ではね今度もう1ヶ月後に迫る衆院選では維新って書くっていう人たちもいるんだけれどもあのさあどうなるかといったところし、まあ、しっかり注目していいいきたいと思います、まあ、次々と起こる維新の、えー、こういった不祥事ガバナンス今何が起きてるか今週週明けね音喜多さん柳瀬さん 東京都連としてそして藤田幹事長などもこの件会見等で談話を出すと思いますので皆さんそちらの方もしっかりとウォッチしていかれたらと思います本当に衆院の情勢などがですね総裁選代表選そしてこの維新のねこういった不祥事等でやっぱり下方修正したり情勢が刻一刻と変化していますそれからあのベテラン議員のね引退なども与野党 えー、発信されているなどを見てやっぱり、えー、そういったことでも新しい支部長が選任されるような選挙区っていうのはまた情勢も変わってくるかと思いますまもなく新しい次期衆院選議席予測年もですねこの今週、えー、中には発表していきたいと思いますので、えー、来月もうあと1ヶ月後に迫った解散総選挙に向けてしっかりとあの皆さん 予習復習準備をしていっていただけたらと思います。積極ウォッチ NOW はですね、総裁選、そして立憲民主党の代表選の、えー、情勢などにもお伝えしてますし、私のノートの方で議席予測も出してる、新しい議席予測また今日、今週、明日ぐらいまでにリリースしたいと思ってますので、ぜひチャンネル登録、いいね、スーパーサンクスなどしていただけたらと思います。ありがとうございました。チャオです。ごきげんよう。 そして金沢さんしっかりまたあの新しいチャレンジに向けて頑張っていただきたいと思ってますそれでではす。